オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、尾崎いちかです。そうですね、本当展開も早くてテンポが良くて面白いお話だなっていうのが、もう最初にいただいて読んだ感想なんですよ。一括で前話の台本いただいて読むぞってこう気合を入れてこう読んでたんですけど、1話から前話までもう1回で読み切っちゃったぐらい、すごく面白い作品だなって思いました。5歳の男の子を育ててるすごく若いママです。24歳の一応設定なんですけど、もう5歳の男の子がいるってことで、19歳の頃に産んで、で小さい頃からお母さんが忙しかったので、こううまくこうコミュニケーションが取れずにちょっとこじらせてしまってるような家庭環境 でお母さんにもこう何も言わずにっていうわけじゃないけど、こう押し切った感じで結婚して子供も産んで、でシングルマザーになってっていうので、こういろいろと抱えてる女の人ではある、女性ではあるんですけど、ちょっと嫌だなとかわがままな子だなって思う部分はすごくあるとは思うんですけど、一生懸命がゆえなんだよっていうのを感じながら見ていただけると嬉しいなと思います。母に対しての態度だったりがすごくきつい部分はあるんですけど、嫌がらせをしたいわけではないんですよね、母に。なのでそれが極力嫌な感じに見えないように、ただ性格が悪い女性に見えないようにっていうのはちょっと気をつけましたね。はい、そうです、息子役の信夫役のゆいとくんって言うんですけど、ゆいとくんがもう本当に可愛くて、最初はちょっとこう人見知りなのかなっていうので緊張してて、お互いこうちょっとぎこちなかったんですけど、だんだん慣れてくるとこういろんなアニメのキャラクターだったりとかの話をたくさんしてくれるので、それがもうすごく楽しくて、本当にもう自分がママになったかのような、微笑んじゃいけないシーンだったのにちょっと微笑み強くなっちゃったりとか、監督に言ったら信夫に対してだったらいいですよみたいに言われて OK になったりとか、本当素がちょっと出ちゃうというか、可愛すぎて気をつけなきゃっていうのはあるんですけど、それぐらいこう楽しく撮影も進んでます。なんだろう、最近ハマっていることで言えば、もう去年の冬あたりからなので、もう半年以上ずっとハマってるんですけど、もう生牡蠣です。牡蠣の中でも生牡蠣にすっごくハマってて、週1、2、多い時は2ぐらいのペースでもうずっと食べてて、で店に食べに行けない時はもう家に頼んで、この間は4キロの牡蠣を家に届けてもらって、冷凍してるのをちょっと解凍しながら自分でこう殻開けて生で食べたり、ちょっとオーブン焼きにしてみたりとか、いろいろやりましたよ。それぐらい今牡蠣がマイブームですね。大小合わせて45から50個とかだったかな。消費期限もあるので2日から3日で私は食べきりました。最初の5個ぐらいはこうなんだろう、うまくいかないんですけど、だん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 、あ、こいつの急所っていうか、こう入る場所はここなんじゃないかみたいなのを見つけて入れるのがうまくなってまして、別に生牡蠣もともと食べれなかったんですよ。私虫とか焼きしか食べれなかったのに、ある日ほんと突然、もうなんのない普通の日常生活で急に牡蠣だってなって、生牡蠣食べて美味しいってなってから、それからずっと忘れられずに飽きるほど食べて、もうさすがに飽きたかなと思った次の週には食べたいってまたなって、また牡蠣屋さん探して行くっていうのをずっと続けてます。破産しそうですよ意外と高いからね牡蠣は はい、私が最近好きなのは兵庫のアイオイの牡蠣ですね。アイオイさんっていうのかな、の牡蠣がすごく好きで、あとは千葉県富津市の江戸前オイスターっていうのがすごく好きです。ここまで好きだったらこう極めてお仕事につなげたいなと思いますけどね、こう引き書きみたいなできたらね、こう特技として役に立つのかななんて思ったりしながらですね。もう5000円で済ますんで頑張って5000円ぐらいで皆さん5000円いただけると5000円内の書きでいきますわ改めまして、ドラマこの素晴らしき世界は毎週木曜夜10時から放送です。次々と展開されていくストーリーに置いていかれないように皆様頑張ってついてきてください。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。